気になるか両目なってる時もあるし、固めの時もあるし、なんか私もでも先週よりは良い気がするんですけど、先生できてるよね。ちょっと全然知ってないな。で、食欲元気、さえずりはありますかね。はい、あります。はい、じゃあ体重お願いします。ですね。だいぶ生えてきたじゃん。眉毛みたいな。ご飯は入ってますね。30% ぐらいは入ってると思います。ボディコンディションスコアも悪くないと思います。お腹はへこんでる。クシュクシュとかはしてないんですよね。クシュクシュはしてない。してないんですね、うん、まあまあまあ、うん、それか、あの、アンタのパンク、はい、うん、こんなでもしっかりと食べてきたから、すみません、ワンクリーン食べて、お風呂着さしてもらって、ワンクリーンと。まあ、多少は気遣いするからさ、耳は それじゃないのかな。別に何もな悪くなってないから。で、ここもせっかくこうなってきて、羽が生えてきてるから、もう取りませんのでね。はい、あの、カペカペがついてたらダメだけど、ついてないからさ。はい、まあ、ワンクリーンでちょっと流していただいて、うん、もうちょっと2種類やってるんですよね、はい、やっぱりね、まだ続けた方がいいですね。そうですね、うん、でちょっともう目と目の前に行くぐらいたっぷりね、っていうぐらいやって、あの、耳に入っちゃないかなってその心配あるんですけど、まあ、大丈夫、なんか ここですけどね、最近ハゲてて耳の穴も見える時があるんですけど耳入らないか心配ここですよね、うん、うん、そう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 、ね、うん、まあ、ここにはなる、上に上げてこう、なるべく入らないようにはしてください、うん、はい、ちょっと光線照射ください。601分で60、うん、はい、お願いします。ちょっとここ、はい、嫌だよね、うん、難しいんだよね、この場所って。あ、でもだいぶ生えたね。前がいつだったっけ、28、薬、飲み薬飲むようになってくる、劇的に変わってくる。だからさ、あれ飲み出してから多少さ、痒がるのって減ってません？うん、減った。減りますよね、うん。ゼロにはならないにしてもさ、要はあの、抗生剤でね、感染を抑えて、うん、プラス、あの、消炎鎮痛剤としてステロイド、プレミゾロン、ステロイドの消炎鎮痛剤使ってるからさ。両方使ってあるの、うん、うん。反対に言うと、これでさ、ちょっと痒いのともらんかったら、ちょっと辛いんだよな。で、まあ、あの、もうちょっとステロイドは使いますから、うん、量は残減、量は下げていきます、うん、はい、これお願いします。はい、もう一個ね、抗生剤2滴ぐらいいっとこうか。よし、いいよ。まあ、羽がカバーしてくれると思うんだけどね、耳の上に入ってかないようにそこに入られるところもすごく困るけど、こうやってご飯入ってるんですよね、はい、
まあ、もう今日は抜きませんのでね、せっかくこんな感じで入ってきてるから、はい、前はもうカペカペだったからね、あれはちょっと良くないなと思って、じゃあちょっと酸素療法やらさせてもらいますね。はい、じゃあ10分以上。はい、じゃあこれ持っていって。